はい、こんにちは、ずんどうです。今回ですね、前夜祭コインチャレンジやっていこう。でこのダンジョンさ、2日しかやってねえんだよ2日だけなんだけど、まあ一応なんか動画にするほどじゃなかったかなと思ったんだけど、まあ編成組んできました。カネゴン、これで 3.5倍かけて、まあ、倍率かけていこうって感じかな。でこの木の花咲夜で3ターンで1回これ打てるんだけど、縦生成打てるんだけど、これでまあ追撃組んでっていう感じで、まあ、固定で倒していこうっていう感じの戦法かな。でまあ本当になんか超簡単編成なんで、もしかしたらもっといい編成が、まあ、Twitter やら YouTube やらであるかもしんないけど、まあこの編成でやっていこうか。カネゴンに暖房つけてる、全然いりません。でシュザルは7ターンで上段横2列変化、これが強いね。まあ、これで持ってきた、まあ、このキャラいなければ、まあ上段横2列に生成できるキャラで OK かな、でいいと思ってる。でこれちなみに武器で OK、 武器でもいいと思ってるわ。でこの花ちゃんは回復レジだけど意味ないか、なくて OK と。でこれもなくて OK で、暖房武器もう適当な暖房武器、まあ本当にあれかな、まあ、自分が持ってるたまらない暖房武器で OK だと思ってるわ。で3ターンで打てますと。でこのキャラね、この花咲夜3体いたらループするんだけど、本当はね、ボアハンコックっていうね、あのワンピースのコラボのボアハンコックの方がいいと思ってる。あの子は2ターンで1回打てるんだけど、2ターンで1回打った方がこの枠、まあ、2体でこう枠余って、もう1体のところなんか暖房キャラ、例えばなんかカーミラだっけ、暖房4つ持ってるキャラとか入れれるんで、まあそういった意味では、この3体詰めるのはあんまり良くねえかもしんないと思ってる。で暖房つけてます。いりませんと、なくて OK、 まあなくて OK か。これはあった方がいいか、超過この攻撃追加攻撃はあった方がいいか。で3体目も追加攻撃か企画攻撃で、この暖房武器つけました。で遅延とかいらないね、全くいらねえわ。で小太郎がスキブプラスにしてますと。まあこのキャラも、まあスキブじゃなくて OK かなと思ってるし、まあ、上限振ってと。まあこれの武器も暖房武器ですね。でフレンドがカネゴンです。これもシャザルかな、シャザル、まあこの生成で持ってきたっていう感じで、バッチか EXP だよ。でなんかこれな、間違えたごめんなさい、間違えた、やべ、ミスった、普通にミスったわ。もう一回やっていこうか。でこのダンジョンさ、あれなんですか、あれなんですかって、昼なんですかみたいなテンションで言ったけど、何億円入んの、手に入んのこれこれなんぼ手に入んのかいまいち把握できないっすよ。確かなんか X で見た情報では確か10億だったかな、最大10億だっけらしいんだけど、合ってる合ってるこれ。倒して7350万か今。なるほどね。でここであれ打ってこうか、カラット打った方がいいんかな、一応打っとくか。カラット打ってずらすと、これで倒していこう。まあ、2日だからね、2日開催だから、正直なんか動画にするか迷ったんだけど、まあ一応まあいいでしょう。でこれカネゴンの上のスキル打ってずらすと、これで倒していこう。うわすごい、4ゲシが回復ゲシが倒しました、いいね。どうすかどうすかってなんか問いかけてるけど、これで6387万、ちげえ、6億3000だ、6億3870万ぐらいか。まあ結構うまいんじゃないかな、正直そこそこうまいと思ってるわ。でカネゴンでいくと 3.5倍なんですけど、これねもっと強いキャラがいるな、正直もっと強いキャラがいる。これねガネーシャのこれ4倍、正月ガネーシャも4倍だ。まあ正直言うとガネーシャの方が強いな、こっちの方が4倍だし、まあ、この編成の方が、これを使う編成の方が強いと思ってるって感じか。まあなかなか、ダンボ何個、これダンボ何個、7個か、7個でプラス3つで10個、ダンボ10つけた編成だったかな。まあ何十億だっけ今、60億だっけ、何歩だっけ、ごめんね、何歩だっけ、
6億3870万、まあ結構美味しいんじゃねえかなと思ってる、若干。じゃあね。